もっと聞いてね。mbs。さあ、それではいただいたメッセージをご紹介しましょう。今日のフックトテーマは希望していないところにとたくさんいただきました。はいはい、ラジオネーム岡山のおっちゃんさんですね。はいはい、私のかかりつけ、えー、歯科医院には三人の歯科衛生士がいて、二十、うん、代から五十代で私は。三十代の女性は容姿もまあまあ、バストも大きく、いつも順番待ちをしていて、三十 <laughs> 代女性に当たりますようにと願っていますが。が <laughs> いつも五十歳代の女性に当たります。<laughs> 何か作戦を考えていますが良い案が浮かびません <laughs> 面白いな良いアドバイスをお願いします <laughs> アドバイス <laughs> まあ確かに男ってやらしいもんで、うん、はい あの銀行とかでも、まあ銀行で例えば、ちょっとな、あの書類とかやる時、こう、ばって、も、もつや順番のやつばって持って、見てたら。やっぱり、その綺麗な人のところに、当たらかなって思うけど、あれ、当たらんな、あれ。ぼんのをわすてて、看護師さんも点滴するときに、この人のがいいのにと思うけど。なかなかベテランの人。ねなかなか、う、まいねやん。ばばばばば、叩いて、あの、血管出すのは。うまい。さあ、こちらラジオネーム、体力なかったんです。 さんからいただきました、えー、独身の頃一度転職し次の職探しまでのその間に少しバイトをしようと今京漬物のお店に面接に行きましたああ希望は販売でしたが配属先は希望していないところの製造の工場でした、うん、仕方なく3日働きましたが京都の底冷えのコンクリートで水浸しの立ちっぱなしの仕事で、うん、風邪を引いて寝込んでしまい結局やめてしまいましたああせっかく会社の偉いさんに置き去りやすと言っていただいたのにたった3日でダウンして申し訳なかったです、うん、お詫びに今でもお正月は必ず ええー、千枚付け買わせていただいてます。律儀ですね。律儀な方。ね、つみず扱うのはね、ね<え>ういう仕事ね。 ラジオネームおびきさんです私先日、恵比寿のカフェに行きました。窓側にゆったりとしたソファー席があったので、エビスってだ<そ>何東京の恵比寿です。東京の恵比寿はあ<ー>いや品川の方なんで<ー>、えー、窓側にゆったりとしたソファー席があったので、うん、そこを希望したんですが、店員からはそちらは予約席ですのでと拒否されたんです。しかし、あとから来た今時のおしゃれな女の子たちがソファー席へ通されました。しかも彼女たちは明らかに予約してきた様子ではありませんでした。でも、恨めしく彼女たちを見ていてすぐわかりました。ソファー席は通り に面していていわばこの店の看板だったんですこれはおっさんの希望は通らんわとあっさり納得しましたまあまあ、ね、それってあるんですよね多分ね外から見てカフェをやってるなんか 知り合いの方がいてたんです。やっぱりそのおしゃれな人たちとかカップルとか、それを決まって、やっぱりそのあこんなおしゃれなカップルの人があ来るカフェなんだなって思ってやっぱ集まるところ、特にあの西区のあの辺の感じとか、それが決まってね。まあ前は2本ぐらいない。 そこにカッと煙草を挟んだね競馬新聞ガガガッとこう見てる感じのでそれ断られることもあるチャック半開きでどこでも断られるわ奥の方へって言われるの言われるんちゃいますやっぱりでそれは言われないこれ予約すぎですって言われる予約じゃないのに予約じゃないのに予約すぎですほんならじゃあ明日俺予約しますって言ったらえ満員だったら満席でございますいつ空いてるのえー向こうにねをする めっちゃ長いそうょっとほんな聞いてください例えばやけどあの芸人例えば林みたいなおやんか林さんはいあいつがまあおしゃれな堀江とか新町とかのおしゃれなカフェで行ってちょっとここ座りたい言うたらどうなの林さんっていうことが分かっててですか芸人の林やって分かってて分かってて奥の方へな分からんかったら奥の方へいやほんな奥やほないや俺来たんやけどあかんあかんほんまに?」 やっぱりその例えば今田さんとかさちょっとおしゃれなお前の中で不潔そうな芸人って誰やお前の中で不潔知らんくてもいいから一般的に知られてないやつでいいからあの新喜劇の何ちゅう子やったっけ歯茎にょんって出た子誰やろ体のでっかい男性ですかランディーズの中川君のお好み焼きで働いてた子なんか掃除屋さんのアルバイトしてた子 あはは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 ハハ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 ハのハハ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 いハハやハハ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 ハでハハ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 ハいハハ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 ハあハハ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 ハ 満席でございますから一回ちょっと「まるまるは大丈夫か」で調べてもらおうかなって思ってたすそ,そのほんまにあかんかどうか、うん、回転寿司取るのでさえちょっとすいませんって言われました <laughs> ちょっとすいませんお客様ってほんまに素晴らしくれへんね俺の中でやで不潔ナンバーワンは彼やから不潔っぽいね、はい、ほんなら林は顔さすか林は顔さす、うん、なんか 2, つ 2>, 2人ぐらいで行ったら、うんはい おしゃれなカフェやろ絶対断られる。嘘や。断れんの。絶対に断られるわ。辰巳クラスなんであかん。ここ座りたいな。ああ、そう、かあ、申し訳ございません。ちょっと予約の席。辰巳と。米い。や、ほんまら、し。すっごいおしゃれな人が。ちょっとこちら、ちょっとこちら。 千円握らせて、もう来ないでいただきました、ね、<laughs> て。<laughs> ね、社会問題になるで、な,ね、るなるんちゃうかなって、ねえー、ちょっとこれ調べてもらおうかな。<laughs> はいさあ続いてこちらラジオネーム特住所でお願いしますおばっちさんから頂きました、えー、スイミングスクールのコーチをしていた頃のことですベビー親子スイミングの募集申し込み書を整理していたところ以前付き合っていた元彼と同姓同名の保護者名を発見まあよくある名前やなでもなんか嫌やな気持ち的にこの家庭の指導は当たりませんようにと思っていました しかしいざ始まりプールに入ると言いましたほとんどママの参加の中に1人の男性まさに元カレ、うん、本当に気まずかったですお互いに希望していなかったところでの再会でしたしかし2回目以降は奥様が参加でしたが何も知らず楽しんでくださっていたのが救いでした<ー>世の中広いようで狭いというのは本当ですねとうんねすごい偶然ですねさあたくさんいただきましたがどなたに差し上げましょうかう やっぱりそのカフェの話はちょっと俺衝撃やから今のこの世の中そんな奥行ってくれとかいわゆる大阪でもここはっていうとこあるやんか西区のさままああホテルとかやったらわかんねんねつぶ公園の近くとかさあの辺はやっぱおしゃれやんかあかんのあかんあかんのそういうわけで堺から向こうやないとカフェは入れてくれお前の街やな ラジオネーム、おびきゅうさんに3000円プレゼントいたします。たくさんのメッセージありがとうございました。